皆さんこんにちはベスタの北川ですえ今日はスーツの国際政治学ということで先日宮崎で行われた、えー、G7 の、えー、農林水産大臣の会合に 焦点を当てて各国の政治家そして官僚の方々のファッションチェックをしていきたいと思います。で、えっとこのシリーズはですね、えっとスーツ私たちベストテイラーですけれどもスーツが一番輝く場所ビジネスマンの方そして政治家の方そして各各会でねご活躍の方また普段着の方もいらっしゃいますけれども中でも特に政治の場面に焦点を当てましてご活躍の皆さんのスーツをチェックしようという企画。 では早速なんですけれども、えー、と画面共有でですね、えー、農林水産大臣の会合の様子を見ていきたいと思います。じゃん はい、こちら見えてますでしょうか。えー、こちらね、G7 宮崎農業大臣会合。えー、来月の、えー、5月20日に、えー、G7 が広島で行われるということで、今、その前後に、えー、大臣級の会合がね、たくさん開かれております。で、えー、この4月22から23日にかけてですね、宮崎で野村農林水産団地が議長を務め、えー、農業、えー、大臣会合が開催されました。こちら、野村大臣ですね。はい。 で、えー、こんな感じで会議の前後にですね、えっ、ー、と、えー、お二人でのね、えー、フェイスとフェイスのミーティングもたくさんされていらっしゃいます。このね、えっ、ー、と、えー、アルバロ・ラリオ国際農業開発基金総裁、こちらの方もあのー、ちょっとエレガントで注目なんですけれども、まああのー やはりですね皆さん、スーツは基本,本、本でこのだあのだあ会合の当日の野村大臣のこのロイヤルブルーのスーツ、こちらもねとてもエレガントで。あのー また華やかがあって、大変あの議長としてですね、ふさわしい紺、えー、かなと私拝見いたしました。こちらはアメリカのビルサック農務長官でいらっしゃいますね。やはりあの紺のスーツに少し赤が入ったネクタイをされて、アメリカらしいコーディネートかなという感じがします。でこちらは EU の、えー、ボイチェホフ,フスキー農業担当欧州委員でいらっしゃいますね。こちらはチャコールですかね。紺に紺というネクタイのとてもフォーマルな組み合わせでいらっしゃいますね。 でこちらのえドイツのエズ・デミルえ食料農業大臣、私、ちょっとこちらの方注目したんですけれども、この方、ちょっとね、あの肩幅も割と細めでいらっしゃって、あのアアジア私たちの日本人、アジア人の感覚と近い着こなしかなと思いました。で、これ、お二方とも、もうこのね、スーツの艶でわかるんですけど、大変上質なあファブリックのスーツ、お召しだなと思いました。で、あの少しね、このえパターン柄の、えこれ、プリント柄のネクタイと思いますけれども、黄色が入って。であの のすごく明るさ、若さが出ていらっしゃるかなと思いました。はい、こちらはイギリスのハリソン自然環境及び土地活用担当大臣でいらっしゃいます。で、こちらイタリアのロンロ・ブリジダ農業・食料農林大臣。えこちらの方、えー、とこのね、えー、開きの大きい、えー、私たち日本ではホリゾンタルと呼ぶ、えー、シャツのカラーですけれども、イタリアではこれは実はあのコール・ア・ラ・フランチェーゼ、フランス風の あのえー、シャツと呼ばれまして、この開きの大きいタイプを、えー、これ、ウィンザーノットですかね、ネクタイもあの結び目も、ね、しっかりある、あの大きめの、ね、結び目でしてらっしゃいます、明るい、えー、ソリッドの、えー、対応してらっしゃいますね。で、この方なんですけれども、ちょっとこの,この方にちょっと今回、フォーカスしていきますのでちょっと、ねあの、最後まで見ていきますと、こちら、えー、シンディー・マケーン。 国連世界食糧計画事務局長でいらっしゃいます。こちらもあの女性が参考にしたいショートヘアにすごくマニッシュな、えー、グレーのです、ね、ジャケットをお付けでいらっしゃって,っゃって大変エレガントであの素敵だと思います。で、デコルテここはあのネックレスに大ぶりのものを選ぶ。これあの女性もあの若いと大きいとちょっと、ね、あの重たい感じするんですけども大体いいミドルエイジから上になってくるとすごく大きいネックレスが様になるようになってくるのであのぜひね、えー、40代から上 の方は取り入れていいいいいただくとといいんじゃないかなか思いますこちらはカナダ、こちらはフランス、あそうそうこのフランスのフェノ農業食料主権大臣、こちらも私が注目したの、見てください、このラペルのロール、こちらね、いいテーラードスーツ、お召しだなと、やはりね、いいスーツの、高いスーツの特徴としてましては、はざし、毛人がしっかり入ったこのラペルのロール、あの、割と、 両半系お安い系のスーツは接着芯と言いまして、ぜひ皆さんも。 お求めの時に、ショップの方に聞いてみていただくといいんですけど、割と、お値段が高くても接着心のお店もあります。まあ、あの軽く仕上げたいとか、まあ、いろんなポイントがあるんですけど、ただやはりね、このボリューム、ラペルのしっかりしたボリュームを出すには、この、えー、フェノー大臣のジャケットもそうですけど、毛ンをはざしで入っている。これがやっぱり高級な、しっかりこうラペルのグラ,とグラマラスなね、ラペルのロールが出る要因でもあります。このフェノー農業、食料大主権大臣。 す,すごくね、あの,の入ったいいスーツを着てらっしゃるなという感覚が私は受けました。はい。で、ちょっと戻りましてですね、この、はい、このロールブリジダ、農業、食料、試験森林大臣なんですけれども、ちょっとこちらの方、はい、ここに、えー、とちょっと、ウィキペディアをね、出しました。で、こちら。 いろいろ語りポイントがあるんですけど、やはりね、あのすごく、えー、お洋服も着こなしエレガントです。あここに,、えーとここにはい、ここにありますね、えー。イタリアならではの高級素材のスーツ着てらっしゃる感じがします。こちらの肩線を見てもですね、こう動きに沿ってる、とてもあのテーラードのポイントとしてやっぱ上、ここ、いいジャケットのポイントとして、胸から肩にかけてのラインはあの見どころがいっぱいあるので、ここは1つチェックするポイントになってます。 そして、下、え、手、ー、の,のいいスーツっていうのは、やはりこの肩とね、襟の上り、ここですねこう、こういったところに出ますので、はい、こちらは濃紺のスーツにブルーのネクタイしてらっしゃいますね。はい、で、この方なんですけれども、あのー、この今、大臣、メローニー内閣あ、えー、首相の任命のもと、農業大臣をされているんですが、実はこの方、 えー、メローニ首相の妹さんの旦那さんなんです。ね、もちろんあの、えー、能力の高い政治家でいらっしゃいますけれども、まあそういった関係性もあるよねということですね。で、えー、それからですね、さらにこの方の着こなしが、まあ、エレガントといいますかあ、えー、ここにですね、はい、こんな感じで、えー、この方の記事もありますけれども、えー、実はこの方はこちら。 えちょっとね、年が上の方はご存知かもしれないですけど、あの、ソフィア・ローレンよりもちょっと上のクラスのイタリアの有名女優さん、本当に綺麗なこのジーナ・ロロ・ブリジタさんの甥いっ子さんなんですよ。なので、まあそういう意味では、あの、華やかなね、ご一家に生まれられて政治家になられてるという、まあ、あのー、まあ、 エリートさんでいらっしゃいますね。で、このようにね、まあ、まあ、おばさま、大臣からしたらおばさまに当たるんですけど、見てください。もう、すいません。ちょっとこっちに注目しちゃいますよね。本当にお美しい、いわゆるもうイタリアンビューティーという感じですね。この、ね、ついね、この間、実は亡くなられてしまったそうなんですけれども、もうジーナ・ロロ・ブリジダさんといえば、もう、ザ・イタリアンビューティー、このね、お美しい女優さんがおばさまでいらっしゃると。はい。 でまあ、このね、えー、ちょっとこう高級スーツをさらっと着こなすところも、まあ、そんなあのファミリーにも由来していらっしゃるのかなみたいな、ね。先ほども申し上げましたがあ、ドメスティックパートナーと書いてありますが、あそうそうこの、ねえー、奥様といいますか、パートナー、お子さんは2人いらっしゃるんですけど、メローニ首相の妹さん。であのメローニ首相も、えー、のご結婚されてないんですが、お子さんがいらっしゃる、やはりパートナーがいらっしゃる。であのこのねまあ、すいませんちょっとこれあの 国際政治学と少し離れるんですけれども、あの、ヨーロッパでは、あの、お子さんが生まれても、 ご結婚しなないカップルこれかなり一般的ですやはりね子育てに大事なのはあの親の愛情それから、まあ、安全にお子さんを育てることということであのヨーロッパでは別に籍入れなくても責任ある大人が愛情をかけて育てればあの子育てできますでしょうということであの日本の少子化対策ねこれからあのいろんなことが発表されているようですけれども日本の少子化対策はなんかね結婚ありきですぐ婚活にとかその収入を上げるそれは大事なことなんですけれども結婚できる収入とかそういう話になるんです。 けれどもあのヨーロッパ、先進国って少なくともヨーロッパでは結婚せずに責任ある大人が子供を育てるという形がすごく一般的になっているのであのそういう方向性でもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、全然話は違いますけれども今日は、はい、もう一回見てみましょうあの、えー、とイタリアの農業大臣ですねあのこのフランチェスコ・ロ,ロンロブリジダ。 農業大臣のエレガンスについて注目しましたはい、こちらあ、このメローニさんとの写真もありますねはい、ということで最後まで今日もご覧くださりありがとうございますこの動画もし気に入っていただきましたらぜひいいねボタンを押していただいたりベスタの、えー、YouTube チャンネルのご登録の方もよろしくお願いしますではまた